まあ一生もうこのまま残るんでね、あれが俺らが仕上げたやつは、それがそのままの触り心地で一生お客さん住んでいくから、そう思うとあれだよね、結構すげえことしてんだよね。職人ってなんか、まあ、その職業にかけてる人を職人っていうんだと思うんだよね、うん、まあ、その職業にかけて一生懸命やってる人は全員職人だと思う。だからまあ職人でありたいなって。